こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日は電子レンジで簡単に作れるわらび餅をご紹介します。もちっとした弾力があって、口に入れるとスーッと溶ける上品な和菓子に出来上がります。プレーン味と抹茶味をご紹介しますので、最後までぜひご覧ください。まず耐熱ボウルにわらび粉と砂糖を入れます。お砂糖の量はお好みで調節してください。水をたっぷり加えて、わらび粉の塊を潰すように混ぜます。塊がなくなったら、茶こしなどでこして滑らかにしておきます。もう一度耐熱ボウルに戻して、ラップをして電子レンジで2分加熱します。取り出すと、ところどころに塊ができています。ボウルの底から剥がすようによく混ぜて、再度ラップをして電子レンジで2分加熱をします。加熱後は全体に固まって透明になっています。ここでしっかりよく混ぜ合わせます。ボウルが熱くなっているので、やけどに気をつけてください。混ぜれば混ぜるほど粘りが出てきます。最後にラップをせずに電子レンジで1分加熱をします。取り出してからもよく練ってください。熱いうちに水で濡らしたプリン型に入れて冷まします。次は抹茶を入れたわらび餅をご紹介します。材料はプレーンと同じですが、抹茶を加えています。砂糖と抹茶を混ぜ合わせてから加えると混ざりやすくなります。同じように水を加えて、塊を潰すように混ぜ、茶こしなどでこします。電子レンジの加熱時間と混ぜ方はプレーンと同じです。出来上がったものを全部まとめて容器に入れました。きな粉を振ったバットに取り出して、上にもきな粉をたっぷりかけます。
粉をまぶしながらカードなどで一口大に切ります。器に盛り付けて黒蜜をかけていただきます。プレーンの方はそのまま器に取り出して、きな粉をたっぷり、黒蜜もたっぷりかけていただきます。こんな風にもちもちとした弾力があります。口に入れるとスーッと溶けてしまいますが、これがとても上品で美味しいです。和菓子屋さんでも人気のわらび餅が電子レンジで簡単に作れるレシピです。ぜひ季節の和菓子作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。